ああ FEC チューンド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 パルピッポありました。デコボコトラベリングのビッグスモール、本日はね、僕デコボコトラベリングカエルと DJ リョットでお送りしていきます。イエーイというわけで、じゃあ今日はもう放送ってさ、放送終了までリョットの DJ をお楽しみください。すごいしっとりした感じに終わった。はい、今日ゲストで DJ リョットです。キエーイ、はじめまして、 DJ リョットです。よろしくお願いします。横浜を拠点に活動しております。横浜なんだ。はい、よろしくお願いします。あ、横浜から来てくれたんですけど、はるばる、はい、よろしくお願いします。 DJ リョットです、よろしくお願いします。イエーイ、バイブス上げてこうぜ。ちょっと音小さくしたの忘れてて、ちっちゃい音、はい、ごめんなさい、やめてください。音上げるの忘れてて、ちっちゃい音、チュ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 。横浜から来たので慣れてないんです。いやいやいや、時差です、時差ボケです。いやいや、どういうことだろそれ。時差ないよ、はい、横浜と時差ないよや。はい、よろしくお願いします。デコボコトラベリングリョットです、お願いします。はい、よろしくお願いします。あ、そう、みすずさんとね、キンプラさんと全島エーサー祭りの番組やります。そうなんだ。はい、FM 小座ね、の特番で。おい、なんで知らないんだお前。頑張ってください、ね、いやいや、今日一緒に打ち合わせ行ったでしょ。いや、そう、ね、そうなんですよ。だからね、この5名で全島エーサーなんと 5時間5時間生放送で、5時間生放送でお送りしますので、他の俺だって今俺たちやってるRBC のですよ、人気者ラジオっていうのも2時間半ですよ、うん、はいはい、そうなんですよね。5時間ってやばくないですか。5時間だって倍だよ。人気者ラジオ2回やらないといけない。だってさ、前のこのなんていうの、前とエイサーの時は7時間ぐらいやってたって言ってましたからね。じゃあ7時間は頭おかしい、うん、7時間やってたって言ってたので。じゃあ、そうそう、だからまた楽な方だよっては言ってたんですけど、言ってたけど、じゃあ、いや、楽じゃない。ずっとレポーターなんだから本当に頭おかしいと思う、マジで。本当にびっくりしましたもん。あのね、だって7時間から5時間に縮めたっつってもさ、5時間ってお前、そうだね、16時から21時でしょ。そうなの。バイトやし、それ本当にそれぐらいのレベルですよ、本当に。本当に思うぐらいのレベルですよ、本当に。いや、でもまあ、でもね、ちょ、割と楽しみな、なんていうの、企画というか。あー、うん、盛りだくさんですからね。だって、そう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 、ちょっとだけ言うと、美人さんもいっぱい来ますしね。そう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 、俺、ね、ちょっと美人さんね、はいはいはい、来るのが一番楽しみな、やっぱり。俺はそのためだけにやるわ、ラジオ。なるほどね、そういうためだけにやるんですね。僕はね、もうみんな、お前はどうなの、お前はもうこの人たちのためにやるわけ、この可愛い女の子たちのために。もちろんもちろん。それをちょっと伝えれかも。どういうこと、どういうこと。この可愛い女の子たちは、僕はもうラジオはそれで十分ですみたいな感じで言ってもらって、僕はそのメッセージは伝わったので、帰り、もう言ってやってくださいよ。おい、そこの美女諸君、お、俺は
お前らのために全都 ASR レポート5時間頑張るぜ。なんて楽しいんでしょう。でもね、僕はね、みんなが聞いてくれればいいと思ってるので。なんでかな、だから、はい、なんでかな。ブサイクとかもそんな関係ないです。みんなが楽しめたらいい。だからね、もう帰りのギャラは僕がもらいます。はい、なんで俺のギャラは、ちょ待って俺のギャラはあげないよ。あれだって十分さ、お前だって可愛い女の子たち見られるんだったもん。違う、それは違う。あ、そうですか。うん、あ、すいません、あのね、フリムンの番組からずっとテーマが似てるっていうことで、あの今日はね、あの似てるをテーマにお送りして。そうですね、もうそのままやりましょう。どうせならやりましょう。ちょっとね、あの消すのを忘れてそのまま似てるで来ちゃったんで、あの、やば。じゃあ今日のね、メッセージテーマ似てるということで、はい、皆さん、似てるエピソード、何でもいいです本当に。あの、はい、僕のね、このね、似てる人がいたとか ね、まあ世の中に3人ぐらい似てる人が世界にはいるって言いますからね、うん、ドッペルゲンガーみたいなのもね。ドッペルゲンガーは違うやつだけどね、いるからね、うん、ドッペルゲンガーだってもう言ったらご本人様だもん、一応一応ね。2人会ってしまったら1人消えるもんな、うん、そうそう、死ぬから。あ、ごめんなさい、間違えました。皆さん似てるエピソード、メールとかでもねありますので、メールが797@fmgino1.com ということで、はい、似ているっていうことで、ぜひ。いつぶりでしょうか、メールアドレス読み上げるのは。あの、これもあの3年ぶりぐらいですよ。いや、3年もやってでもそれぐらいですよ、うん、本当に珍しい。俺たちこれ読んだの3日ぐらいだもん。そうだね、3週間ぐらいだもん、うん、多分あの始まって3週ぐらいやって、うん、それ以降読まなくなっちゃった、ね、そうだ、ね、読まなくなっちゃった、ごめんなさい、うん、じゃあ久しぶりということで、ぜひね、はい、テーマは似ているです、よろしくお願いします。やるんだ、似てるで、似てるでやっていきましょう、まあ、ちょうどエミさんから来ましたね。昨日病院でも医者に、痩せたら田中美佐子に似てるかもよって言われて舞い上がってる。ああ、これいいですね。あの、でもかもよですからね。あ、やめてください、やめてください、はい、でもね、エミさんは可愛いと思うので大丈夫ですよ。ゆっくり痩せていきましょう。なんだこいつ。いや、ね、でも痩せるのはね、でもやっぱりさ、うん、この目標があれば痩せれるから。ああ、なるほどね、うん、だからそういうね、目標を持ってしっかりやっていけばね、うまい痩せ方できると思うんで、はい、大丈夫ですよ。まあね、はい、焦らずにゆっくりね、田中美佐子になりましょう、ね、なりましょう、お願いします、はい、田中美佐子可愛いもんな、うん、でもさ、俺適当に言うな。適当に言うよ。適当に言うよじゃねえよ、じゃねえよ、似てる似てるなんてテーマは本当は違うんだから、適当に言うよ。、うん、もう、いや、俺もさ、ちょっと似てるって言われる、はいはいはい、だけどエピソードがあるんですね。なんか、うん、最近さ、うん、きんぴらごぼうの森光さん、あ、金曜日担当のね、そうそうそう、きんぴらごぼう、きんきんぴらぴら、お星様ラジオって意味わからない番組やってる、うん、はい、きんぴらごぼうの森光さんに、カイリってさ、うん、東海オンエアの徹夜に似てるよねって言われたんだけど、あるね、これは俺言います、森光さんに、うん、あいつ目腐ってるからな。あいつは目が腐ってるから、そうだよな、目腐ってるよな、うんうんうん、目腐ってるよな。で、俺もびっくりしちゃって、うん、失明しましたって聞いちゃったもん。だから森光さんな、うん、ちょっと行かれてるところがあるから。朝だから、僕たち朝とかも、お笑い劇場、月に一度のね、はい、ライブがあるときは朝早くから起きてからみんな準備するんですけど、ね、うん、朝早く起きてもう眠たい中事務所に行ったら森光さんが先いて、森光さんが俺の背中うわーってやって、俺がこうすると思わなかっただろ。言う、めっちゃ言う、それめっちゃ言う、マジ でダッシュで逃げていくから、うん、あの野郎捕まえたら殺す。じゃあ今日もさ、今日もそう、だから今日 FM 講座でね、ちょっと打ち合わせがあって、うん、はい、で、きんぴらさん、俺ら、森光さんね、で、あと、みすずさんが集まってやるんだけど、うん、ちょっと俺、先についてて、で、ちょっと遅れてきたわけさ、うん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 、きんぴらさんとマネージャーがね、で、俺、マネージャーの携帯に電話して、うん、マネージャー、ジュリアさんって言うんだけど、ジュリアさん、あ、もしもしって言ったら、森光さんが出て、うんうん、あ、もしもし、ジュリアですって言って、だからマネージャーが、うん、マネージャーのふりをしてるってことですよね、うん、森光さんが。そうだ、違いますよね、うん、って、森光さんですよねって、うん、いえ、ジュリアですって言って、今ジュリアの隣にいるジュリアです、いや、二人いんのジュリアみたいな。いや、もう意味わからん、あの人本当に意味がわからん。そうで、あの FM 講座入ってきて、入ってきて会議やりますよね、会議やる時に俺が、うん、あ、ジュリアさんですですかって聞いたら、うん、あ、いえ、ウォリミスですけど、何言ってるんですか。急に冷めて、あの人行かれてるんだよな、マジで。でもきんぴらごぼうのタイガさんも行かれてる。うん、あの人も行かれてる、きんぴらごぼうは行かれてる2人。あの、だから本当に、あの、コース、俺よく、あの、ポテトチップスとか事務所で食べるんですよね、はいはいはい、あの、一番好きなのがカラッと揚げてる、なんかポテトチップスなんかめっちゃ硬い
ポテトチップスがあるんですけど、はいはい、それを片揚げポテト、そうそうそう、それよく食べるんですけど、はいはいはい、で俺いつも夜遅くだから高速で帰るのね、うるま市だから俺お家、はいはい、あの那覇からね、はいはい、高速で通ってるから、でチケットをこの高速の料金所で渡してお金払うとき何円ですって言われるさ、うん、見たら片揚げポテトしか財布に入ってなくてやばいって思って、それめっちゃおもろいマジで、その話財布だから開けるさ、あいっぱい、あの俺の財布パンパンだったからいっぱい小銭あるから、はいはい、一応大丈夫なんだろうなって思って、うんうん、お金、はいはい、たまにない時あるから怖いんだけど、うん、この日なんかパンパンに入ってるから、あ、いっぱいあるから大丈夫だって、まあまあ、小銭だけ集めても多分足りるだろうなと思ったら、はいはいはい、片揚げポテトだから財布の中身片揚げポテトってどうなってるば、マジでイラついてあのだって俺よくいろんなの買うから領収書とかね、うん、事務所の経費で落としてもらうんだけど、うん、もう油だらけだよね、はいはいはい、もうわじったね、もうしょうがないな、それはあの人頭おかしい、あの野郎頭おかしいから、本当に頭おかしいと思う、本当にあれもやったことある、あの俺イヤホン置いてたわけカバンに、うん、そしたら綺麗に三つ編みされてたイヤホンが分からん、意味わからん、本当に本当に意味がわからん、意味わからん、あのあれあなんか何だったかな、ウーロン茶かなんかがあって、あーウーロン茶、ね、うん、それを全部一気に飲み干してから、うんうん、その中に水と醤油混ぜたの作ってた、うん、あーやばい、こういうのもやるからよ頭おかしいんだよな本当にマジで、もうおかしい、 おかしすぎる、うん、あのシュークリームあるさ、シュークリーム、シュークリームを俺開けた、買ってから置いてたわけ、うん、はいはい、で開けるさね、うん、普通に開けれるから、あ開いたから何もやられてないんだろうなと思って食べたらすっからかんだわけ、うん、よく見てあっちあったらストローで吸われててあいつ綺麗にちゃんとあのこうなんていうの、アロンアルファとかでくっつけて、わかるかや、こんなこの日もあったらやネタ合わせしないと思って、あの人たち本当に軽いな、このシュークリームずっとガキなんだよな本当 に、ずっと、まあこのままでいてほしいですけどね、まあまあまあそれがね、なんかこう芸人の良さというか、うん、まあいいもんかなっても思いますけどね、思いますけどね、うん、いやダメだってあの人たちがやったら、まあ、ああいう先輩がいるから僕らこういう風に育っちゃったってところもありますからね、FEC はそういうところがありますからね、うん、本当にみんなバカしますからね、違います、あまあまあ今日はねメッセージテーマ似てるということで、似てるっていうことで何でもいいですよ、皆さんの似てるエピソードをね、似てるっていうかさ、一個話したいのがあって、うん、なになに、うちのじいちゃんが、うん、じいちゃんとばあちゃんがですね、美ら海水族館のところに住んでまして、まあ、美瀬っていうところに福木並木がいっぱいあるね、はいはいはい、美瀬っていうところに住んでるんですよ、はいはいはい、で海が近いからよくおじいちゃんおばあちゃんタコとかね、うん、貝殻とか取りに行くんですよ、はいはい、でやっぱりね、あの潮が満ちたと引いた時はさ、あの、うん、歩けるさ、いろんなところで、あのこのなんていうの、家島ぐらいまで歩けるわけ、はいはいはい、で歩けるんだけど、その日おじいちゃんだけが買い取りに行くって言って、先行っておばあちゃんちょっと夕飯作ってから行こうねって言ったら、おじいちゃんがベランダにいるわけよ、まだ、どういうこと、玄関にいるわけ、おじい行ったんじゃないの、貝殻取りにって言ったら何も言わないわけよ、え怖い怖い怖い、なんでかなって思って、なんでなんで、 おじいちゃんって言っても何も言わないでまた去っていくわけ、海の方に、えー怖い怖い怖い、ベランダ、庭にね、庭からね、でおじいちゃんちゃんと帰ってきたわけ、貝殻取りに、はいはい、おじいちゃんなんでさっきこんなして行ったのに何も無視したのって言ったら、俺じゃないよって言うわけよ、でおじいちゃんな、じゃあ誰なのかなって言ったら、これさっきさ、そういえばこの潮が引いてる時さ、うん、やっぱ深いところもあるわけ、 岩でゴツゴツしてるからね、深いところにはまってめっちゃ深いところに沈みそうなったって、あ溺れそうなった、はいはいはい、でもどうにか立ち上がってあの溺れなくて済んだんだけど、多分魂が落ちてからそのままお家に帰ってきたんだ、怖い怖い怖い、え、そう、そうそうそう、だから言ったらそう、ドッペルゲンガとかそういう感じのやつってことよね、そうそう、言ったらそうそうっていう、似てるって話ですね、はい、どうしよう、で、まぶや組みしようったんだけど、まぶや組みしてね、そういうことがたまにあるらしいですね、はいはい、そうなんだ、沖縄だけじゃないと思うけど、まあまあまあそれはね、沖縄だけではないと思 う、 そ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 う、はあ、ピコンピコン言って、誰が、俺のですね、お前が通知オフにせい、俺のですね、ごめんなさいね、もう本当に全部お前だわ、さっきから、ごめんなさい、あの思い出したのが、最初 FM 沖縄の方でね、初めてラジオやった時すぐなったもんね本当にこいつマジで、デコ帰りです、僕のです、デコボコトラベリングです、お願いします、さあ始めましてっていうことですね、あのラジオやらせてもらいます、はい、キロリン生放送ですよこれ
生放送でみんながね、しかもこの沖縄コミュニティとかじゃなくて、あの全部に沖縄県に放送されてるラジオ局で、なんとこの子は、通知音を鳴らしました。1回目の放送で。でもね、これであの空気が変わって、そうだよね、ちゃんとできたよね、なんか緊張感がほぐれて、あのディレクターとかやっぱ頭おかしいから、みんな爆笑して、よかったよよかったよってでも俺もこれあるんですけど、こいつ何でも言うんですけど話するんですけど、だからデコ帰りです、僕のつです、デコボコトラベリングですっていう前にハイアップローのピックアップショーっていうエコーが流れるわけ。そうそうそう、タイトルコールがあってね、そうそうそう、2人で言うんだけど、でその後にデコ帰りですっておなじみのね、挨拶するんだけど、じゃあ始まりは3、2、1ってやったら、俺ハイアップローって言おうとして、息吸った瞬間こいつデコ帰りデコ帰りですって、デコか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 こいつ言ってデコかデコかデコかってエコーで流れて、それもね、あの俺のそう黒歴史ですから俺らだから何かしらやらかしてるわけよ、そういう放送、このちゃんとしたね、あの沖縄県に全部流れてる放送局でやらかしてるんです、僕ら二人とも。じゃあ俺も今スマートフォン探してえ、どういうことどういうこと、できるんですよ。アップルウォッチですか？アップルウォッチで。すごい。俺も欲しいアップルウォッチ。アップルウォッチ、お。あ。あ、あったあった。あ、鳴らすな鳴らすな、目の前あるやし。ナイス放送事故。ナイス放送、いやいやいや、この番組はほぼ9割放送事故ですからね。本当にね、うん、大丈夫です、大丈夫です。あ、でもさ、あ、今日のカイリさんの服ダサいですね。可愛いですって書いてあるだろ。可愛いですね。いや、可愛いだろ、可愛いだろ。一応わかるよ。めっちゃおしゃれだと思う。うん、おしゃれ。うん、デイサービスのおじいちゃんとか来てそう。今日もよろしくお願いします、ね。まあでもね、まあおしゃれってわかる人にしかわからないからね、アスカちゃんね。じゃあ沖縄の人みんなわかりません。うん、うん、沖縄の人をね、まあ一部のまあ FEC っていう事務所に所属してる芸人とかはね、みんなちょっとおしゃれに疎いんでね。ちょっとあやつらはね、すぐディスってきますけれども。でも僕はね、いいと思いますよ。サトウキビとかそういう感じですよね。やっぱり FEC に所属してる芸人の皆さんはね、おしゃれというもの、ま、おしゃれのおの字も知らないんだよね、あの子たちはね、うん、おっぱいのおは知ってるおっぱいのおは知ってるよな。おしゃれのおは知りません。いやいや、キャンさんはもうだからそう分かってるんですよ、キャンさんは。でも帰り一回さ、なんかこの格好で来てからバイク乗ってね、うん、で濡れたさ、雨で濡れてから、ね、お前びちょびちょだから、うん、ダッサい、あれはしゃーないだって、ああいうのしかなかったんだもん、着るのダッサいパジャマみたいな衣装服から探してきてから衣装部屋からね、衣装部屋からダッサい、もうなんかミッキー、中国版のミッキーマウスみたいな、あれはだってもうしょうがないね、うん、あれで来てほしい、次から。嫌です、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 本当に本当に嫌です。はい、あ、そうですか。アスカちゃんストライプ可愛いですもんね。そう、ストライプめっちゃ可愛いんだよね。あ、ストライプって言うんですね、これ。そうそう、この縦しまって、こういう今のデザインのね、デザイン、そう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 、可愛い。菅田将暉とか着てそうですね。まあ菅田将暉とかね、米津玄師とかそういうイメージかな。中島健人も着てそうですね。うん、そう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 、うんうん、でまあそうね、シュプリームさんがね、うん、カイリ君は恋愛以外にも黒歴史があるんだっていうことでね。いや別に恋愛も黒歴史、まあ、黒歴史か、一応まあ、黒歴史ありますけどね。そう、先日の人気者ラジオで恋愛感を熱く語ってる人がいたなっていうことで、僕ですはい、いや、まあそう、国際通りでこのカップル捕まえて、うん、そのカップルにめっちゃ恋愛感を語るっていうラジオを通してでも僕は、あ、こいつ別れて全然彼女いないのにな、なんで語ってるんだろうやばっ、こいつ本当にこいつ熱く語ってるんですよ。そう、その上カップルには一切響いてなかったっていうカップルまで寒くなって、俺までお盆なのに、ね、暑いお盆の季節によ、寒くなった俺たちは。うん、すごいなんかねえ、ねえ、伝わらなかったね。びっくりした、こんなにも引くんだと思って。本当にここまでね、うん、ちょっとどんよりする幽霊がいるぐらいの、ちょっとなんか本当に謝りたかったわ一応。びっくりした。でもね、うん、カップルかわ、よかったよよかったよ。まあいい子たちだったね、いい子たちだった本当に。うん、ね、こう沖縄の子たちってやっぱ差が違うよね。赤さっていうか。どっちかによるよね。恥ずかしいのか、もう本当に喋ってくれる子、どっちかさ。ああ、まあまあ確かに本当にそのなんかすごい分かれるよね。分かれるわけよ、うん、だからね、これがいい、まだまだね、はいはい、他のところだったら俺多分レポーターダメだったかもしれない。そう、まあどうなんだろう、慣れだろうな結局な。まあな、それに関しては
でも、うん、やっぱ沖縄の子はやっぱパワフルだから好きね。パワフルマジで、お化け屋敷行った時覚えてる？あーのっぺらぼうっていうね、沖縄国際通りにあります期間限定のお化け屋敷があるんですよ。そうそう、俺たちそのねラジオのあれでさ、うん、レポーターでね、で 行きましたよ。で俺ちょっとまあ指名されて入ることになって、そうそうそう、2人だけ入れって言われてね。そう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 、4人いたんですけど、俺とチョップスティックスのリークで2人で入って、ね、うん、そしたらまあまあ怖いわけよね。うん、レベルが高かったらしいですよね。 俺がもう中で泣くぐらい、うん、そうね、本当にメイクさんがもう世界一輝いてるぐらいの人らしくて、 そのマスク作ったね。でそれでなんだろう、それ終わった後に出て、うん、まあ怖かったって話して、お前めっちゃ震えてたもんな。そう、俺もうだから腰が抜けちゃって10分ぐらい立てなかったわけよね。でもう一人のお笑い芸人のリーク、チョップスティックスのリークも、そうそうそう、そうそう、チョップスティックスのリークは感情をどっかに捨ててきてる人間なんですけど、うん、あいつが怖いっていう、その日相当な本当に怖がってて、うん、リークもリークめっちゃ怖がってた。リークが逆に喋るようになってた。そうそうそう、だからびっくりしてたんだ。めっちゃ怖がってて、でそんなお化け屋敷なんで、うん、その後ね出てくる人をちょっと レポートしようって、どうだったっつって、でもう女子高生ぐらい、高校1年生ぐらいの子か、うん、出てきて、高校1年生ですよこれは、うん、でどうだったって聞いたら、うん、全然怖くなかったっすよみたいな追いかけてきたけどどうだった、うん、って言った、あーあーって思いましたパワフルかや、やばやばなんだお前と思って、もめっそうだから沖縄の女の人はね、うん、だいぶパワフルだよね。すごい、でも、うん、こういうパワフルの女性がね、いいんだと思いますよ。まあまあそうだね、うんうん、そういう人がねいてこそやっぱ成り立ってるのかな沖縄はと思って、っ、うん、強い女性いいよな、うん、やっぱだからあれさ、もうみんなお母さん強いわけよ。そう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 、アンマーとかもね、かりゆし58のお母さんも、そうそうそう、あの人も強い人さね。そういうね、もうすごい、うん、男の人が逆にしっかりしてないイメージもありますからね。だらしないよな沖縄の男の人は。なしょうがないしょうがない、そうそう、ちょっとだらしないとこあるから、やっぱ女性がねそういう風にならないと、うん、やっぱりそのなんていうのかな、ちょっとちゃんと回らないみたいなとこあるかもしれないな、ね、男の人と女の人で言ったら女の人が長生きするって言いますもんね今の沖縄は。そう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 、だからね、うん、しっかり男の人もね、このラジオ聞いてる男性の皆さん、うん、しっかりね、将来のこと考えて、うん、頑張って生きていきましょうということで、シュプリームさんからコメント聞きます。うちなんちゅではないですよシュプリームさん、うん、嫁はマジ何これ腕っぷし、腕っぷし強いでっていうことで、そうですね、内地の方でも女の人はね強い人たくさんいますからね、沖縄だけじゃないですよ。いや、うん、シュプリームさんのお嫁さんも、うん、ちょっとマジでパワフル、パワフルだよなめっちゃパワフル、写真で見ても分かるもん、もう伝わるもん。俺一回会ったことあるけど、うん、もうびっくりしたもん、びっくりするほどパワフル、ね、すごい。だってその日の夜さ一緒に東京のクラブ行こうって誘われたもん、すげえな、東京のクラブってもうガチもんやし。そう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 、すごいね、すごい楽しいからっつって。はあ、でも楽しそう本当に、うん、だから次行くときは連れてって、うんてくださいって言って。なるほどね、お願いして、うん、またまた東京だから来年ぐらい行きたいな、またちょっとシュプリームさんのところに。だからその時はぜひねクラブ連れてってください。いいな、面白そう、面白そう、面白そうあれイントネーションおかしい、いいな、え、イントネーションおかしい、楽しそういいな、あれ日本語覚えたての方ですか。はいはいじゃないだろう、なんだばい。はい、まあテーマは似てるでお送りしてるんですけれども全然来ないですねコメント。皆さん今日はねテーマ似てる、うん、クリームラジオからね、似てるというテーマで受け継いでるので、お願いします。なんか似てるエピソードがあったら、うん、ぜひ ねぜひよろしくお願いします。そうそう、だから似てるって言えば俺、そうこの俺もちょっと似てる、その森本さんがおお怖い怖い魂を今過ぎました。わからんわからんわからん。わからんわからん。待って怖い怖い。急にやりたくなったんだけど。ごめんなさい。すいません。本当にすいません。怖いマジで怖い本当に。よだむがつけよ。どうしてどうして急に。え？リップサービスさん面白いな。ツイッター。こいつやばいマジで。どうして。こいつやばいやばいやばい。待って。いやあんま。改めてリップサービス、エモリさん面白いな。ああ、まあ面白いよね。でも似てるエピソードさせてくれないんだ、全然。あ、ごめんごめんごめん、やってください。急に魂吸うから。ごめんごめんごめん。全然違う、ぶっ飛んでしまった、ごめんなさい。ぶっ飛びすぎだよ、お前。似てるって言ったら何ですか？いや、だからそうそう、似てるってたまに言われるんだよね、俺。帰り？そう。さっきの、東海オンエア以外で。東海オンエア以外で。じゃあ、東海オンエアは初めて言われて、俺も、絶対似てないだろうと思って。って思って言ったってことですね。そうそうそう、じゃあ、次言いましょう。で、そう。俺そうね、ジャニーズの、うん、何だっけ、平成ジャンプかな、平成ジャンプ、山田涼介、ああ
ちょっと身長小さい男の子ですねかなに、うんうん、俺はあんまり分かんないんだけど山田涼介くんね似てるって言われて誰に言われたの？え、結構いろんな人高校の時の同級生もいるし、うん、あの普通にそのラジオとか行った時のなるほどねそのねディレクターさんとかにも言われるし、うんうん、そっかそうそうそうこれね3文字で言えます涼と3文字でこれ言えますか？何何言って言って王政治違う待って違う違う本当にもう聞かないもう聞かないよあでもだからあのなんか目元とかがねでも似てはいるね山田涼介ねそうそう山田涼介の劣化版って言われてるんだからどうせなら貫けよ劣化版って言われ劣化版って言うなよ貫けよそう言われた誰によあのそうだからそういう言ってる人になんかちょくちょく似てるよねって言われてるうちの誰かにそう山田涼介の劣化版って言われたお前どうにかしてから言えよお前返せよお前いやいや確かにな確かになって言うねあとはあの誰だろう渋垣隊のあーまたちょっと古い線ですね渋垣隊渋垣隊のヤックンみたいな感じのヤックンじゃないもっくんもっくんヤックンもっくんぽっくんなんかそれ分からん、うん、とか言われたりとかあーいろいろあるんですねそうそうそう知ったことあるかな、うん、そうだからバイトしてる時そうその渋垣隊の初めて言われた時バイトしてる時にあのなんか、まあ、結構年齢上の方に年齢上の方え君ちょって言われてやばいクレームかなと思ってなるほどねちょって言うもんねはい、何でしょうかっつったら、うん、君渋垣隊に似てるねって言うちゃんと報告してきたねバイト中ピークの時間にねピークの時間にえ似てるよねって言われていやそう初めて言われましたけどいやでも本当に君はかっこいいからねもうジャニーズとか入った方がいいよって言われてあの10分ぐらいピークの時間止められましたなるほどこれはあの下手したら営業妨害の可能性がありますねそうそう営業妨害だわけでもあの、ね、俺はあの気分良かったから いい気持ちになった、うん、その人に親身に付き合ってあげる、うん、ピークの時間だけど全然すげえなうんふっくんっぽいけどな、田田倉さん。わかんねえな、俺、渋垣隊が。そうね、渋垣隊がやっぱ世代じゃないから、全然わかんないんだけど。やっぱね、すごいね。そうそうそう。ああ、そっか寿司食いねえだ。ああ、寿司食いねえか。いいねーあ、やばい、あとね、3分ぐらいで終わっちゃうんで、コイン送らなかったら、僕はもうこの時点で追加切ります。やめろ、やめろ、やめろ。はい。30分でツイキャス切りますんで、さあということで今日のテーマがおちんちんということでね違うフリムラジオから受けているおちんちんっていうことで違う似てるだよおちんちんっておちんちんってテーマでお送りりょうとくん似てるエピソードで思い出したけど、はいはいはい、人気者ラジオでパインペイチンくんを初めて聞いた時に、うん、フナッシーに似てると思ったんだけど言われたことないフナッシーって間違えてたよフナッシーってもあるんすけどコウメ大乳っても言われたコウメだよねあ似てる似てるあすごいすごいすごい本物タンタカタンタンタカンタタンって似てるすごい本物じゃんえそう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 ご本人ですかご本人ですかタンタカタンタンタ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 カタン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 タタンタン街を一人で歩いていたらドブに落ちましたチクショー本物だすごいえ思った以上に本物だやば初めてやったやつだ俺待って待ってこれすごいマジでこれやばいな待って具志堅さんに言おうかな俺言った方がいいこれマジで俺最初海の声でやろうとしてたんだけど具志堅さんにいやいやかなり本物だよマジで、うん、やばいやばいこれ待ってびっくりした待ってすごいあじゃあ俺もちょっとモノマネしていいあいいよいいよいいよちょジャイアンのモノマネジャイアンいきますお願いしますおい伸びた野球しようぜあちょっと似てるねあどなんか似てると思うけどあれもう一回やってもらっていい、はい、お願いしますいきますおい伸びた野球しようぜあなんか似てると思うけどなどう中途半端だな中途半端だなじゃあ分かったこれ俺のお箱オッケーあのクレヨンしんちゃんに出てくるあクレヨンしんちゃん坊ちゃんのものまねします坊ちゃん得意だからいきますしんちゃん、ぼう。どうこれどう？一応俺は似てると思うけどな。え似てるよね。あ何なんだろう。わかんない。え似てないっすかキャンさん。でもあのツイキャスのコメントが来てないっていうことはどうなんでしょうかね。一応今日コメントください。似てるでも似てないでもいいので。まあ閲覧数も減りましたけどね。うん、あらまあ。
ジャイアン惜しい。一応見てると思うんだけどな。ちょっと足りないのかな。うん、俺もジャイアンやってみる。ああ、やる？やる？今レパートリー増えてるから。あ、本当に？じゃあちょっとお願いし。あいなみた。いや、急しようぜ。誰誰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 誰どうぞ。俺ちょっとじゃあ具志堅さんに聞かれよ。マジでマジでコウメ太夫めっちゃ似てる。似てた。めっちゃ似てますよね。面白い。びっくりした。うそ。おもろいおもろい、めっちゃいいめっちゃいい。マジでとかあんま言わないからな。じゃあ具志堅さんに言おうかな。え、ガチで言った方がガチで。似てる似てない別として高校の時よく古畑任三郎の街。なんでですか。今回の受験はですね。FM 疑問は CM はあのラジオだけで入ってるんで、このあのなんていうツイキャスでは CM は入らないですね。コウメ太夫、コウメ、コウメ太夫、コウメ、コウメ太夫、コウメでカタカナで、あと太いに夫みたいな。はい、じゃあ残り10秒です。はい、お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、CM 明けました、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしてますよ、トッポ。はい、ということでね、ちょっと待ってくださいね、 LINE を送りましょうね。うん、できたんですが、そうそう、どうでしょうか。あー、まあ、CM 聞こえたのは多分だから、そのツイキャスのマイクをこのね、ヘッドホンが出してる音をちょっと拾って CM っぽいの聞こえたのかなと、もしくはさっきのジングルを CM と勘違いしてるかな、どっちかだと思いますね。はい、ということで、まあ、テーマは似てるということでやってますけれども、アスカちゃん、友達がドナルドとかミッキーのモノマネするんですけど、あんまり似てないんですよねってでもある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 、うああ似てるかなうん、ちょっと微妙だな口クチュクチュしてる人だけみたいな口クチュクチュ送ってみます。あの今日完成したか、びっくりした。いやいや、でもマジでマジで似てる、本当にびっくりした。いや、もうマジでびっくりした。しかも初めてやったよ俺これ。でもな、うん、やったことないよ俺。コウメで一時期好きでめっちゃ余ってて、めっちゃ聞いてたんだけど。じゃあそれだったら完全一致だったもん。一致だった。俺の中のコウメで言うと完全一致だったもん。よかったよかった。びっくりした、もう 100% も当たってた、うん、完璧マジで。びっくりするな。お前もコウメで言うやったらもう。ちょやろうかな、沖縄のコウメ、うん、沖縄のコウメ太夫絶対売れないだろうな絶対事務所が猛プッシュしてくれるとしないだろう。スパイマン太夫、あ、スパイマン太夫いい、真っ黒にしてわざとちょっとやろうかな。いやいや、売れねえわ売れねえわ売れんわ売れんわそんなさあコメント読んでいきましょう。いやー、アスカちゃんめっちゃ自信満々でやってて、他の友達と大爆笑してます。別の友達はガチで似てますってこと。その似てる人からね、なんかやってるのや、ちょっとやってほしいけど。スティッチできたかな俺。ああ、スティッチやってみてよ、ちょっと。スティッチ。わわわわわみたいな。スティッチ。ああ、似てる。スティッチ。ああ、すごいすごいすごい似てる。いいことする。あ、スティッチ。いいことする。あ、オナニー。おいやめろやめろよ、スティッチの声で言うなよそんな、お前スティッチがボロってやめろよお前、本当に俺スティッチめっちゃ好きだったから。スティッチもいいよな、うん、俺沖縄のスティッチ見てて、あ全然あ、なんあれでしょ、お花ってやつ。そう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 、めっちゃ面白いよな。よかったね、すごい。沖縄でやるっていうのがいいよな、うん、そそそあーできそう、そちょっと、あいいいいお何そのディズニーの人見てたらすぐやばいやばい、 どうにかしてからガチで殺されるちょっとウォルトディズニーには勝てん勝てんな。でもスティッチ意外とできるな。ねえ、できるよ。ちょ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 、あ、できそうできそう。ちょちょちょ、おはなおはな、あ、いいね、おつおつこちょ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 、発動機あまんかあー殺されるわ、ウォルトディズニーに殺されるわ、ほんとにこれなんかいた、
やば、俺らがモノマネ知ればするほどさ、閲覧人数が減ってってやばいやば、ごめん俺あれも、めいちゃんも得意だよ、あれ隣のトトロ。あー、やってやってできるかな。あなた歌、あ、ダメだ諦め、今やった瞬間、あ、ダメだって気づいたから早く。いやでも、いいね、ちょっとモノマネ大会しようよ。何、他に何かあるかな、なんかできそう。何かあるかな、なんだろう。あ、もう、あ、俺あれあれできるよ、あのギャグ漫画日和に出てくるあの聖徳太子のモノマネ、ちょっとやってもらっていいですか。どんなだったっけな。ポピー俺は伝わったけど分かった知ってる、知らない、みんなこれ知らない。閲覧1回上がったけど下がった。え、伝わらんかな、聖徳太子知ってる人いる。じゃあちょっとアスカちゃんが点点点ハテナやってくれてます。え、ちょっと待って、知ってる人いる、マジで。このギャグ漫画日和っていうのの、ウサギとかだよね。そうあのクマとかね、名探偵ウサミちゃんとかあるやつで、なんかこのおのの妹のバカ野郎が、あー似てると思う。あ、全然これでもくれ、聖徳なんとかなんとかポピーって。これめっちゃ似てるんじゃない。分かる絶対マジで俺似てると思うけど。俺ヘンザのモノマネするわ。うちの後輩の、まあ、KY チャンネルって YouTube やってる頃にいた後輩のね、ヘンザのモノマネします。はいはい、うん、じゃあ昨日俺ヘンザと会ったんだけど、お、はいはい、その時のモノマネし、はいはい、リョッツァーリョッツァー、今日時間ありますか。じゃあ、会ってないんですけど、彼女の誕生日プレゼント買いたくて。はいはい、彼女の誕生日プレゼント買いたくて。もしもし、リョートだけど。何、お前、俺の誕生日の時プレゼントあげなかったやし。あ、プープー昨日最高、あいつエンザ最高だな、あいつマジで。あって言ってか、あいつボタン押してエンザ最高だな、あいつマジで。じゃあお前でもめっちゃ似てる、マジで。ヘンザのモノマネ、ヘンザやばいよな、イラつく。ヘンザ本当に、まあ、めっちゃイラつく。幸せそうに仕上がって、あいつは。宮古島行くってよ、あれガチ、うん、宮古島、石垣か、石垣だったから、ガチ、うん、彼女と行くって。じゃあその出航日にもうフェリー墜落させとこう。まあ、彼女とか聞いてないから言うけど、うん、あいつさ2万円のネックレス買ってるから。おお、重やばいよね、重。じゃあしかもマジか、ちょっと聞いてほしいのが、誕生日の時とかですよ、僕が誕生日の時とか、はいはい、あいつろくなもんはあげないんですよ。まあそうだよな、うん、なのに彼女の時だけ買ってですよ、あいつ彼女の誕生日の時がこの旅行の時らしくて、はいはい、その時に渡すっていうことでフェイクでカバンも買ってあげたらしいんですよ。あ、最初にね、もうこれがもう誕生日プレゼントだよ、はい、はい、早く給料もらったからっていうことあげてるらしいんですけど、はいはい、でこれで1万円ぐらいなくなってると、で2万円ぐらいのこのネックレス買ったと、はいはい、でもネックレス屋行ったら1万3000円ぐらいのあるんですよ。1万3000円分買って7000円俺に見つけと。それはちょっとわからない。言ったら、りょうつさんすいません、じゃあ好きはおごりますよって絶対許さんと思って。お前の価値は好きやしかなかった。好きやしかなかったです。でもいい、おしゃ、うん、ロマンチックだった。もうなんかこういうさ、後輩がさ、こうなんかデレデレしてるっていうかさ、そのために頑張ってるのを見たら、なんかあいつは恥ずかしそうにして俺読んだわけよ、はいはい、このネックレスとか本当に高級なところ、4度っていう、4度C、 そうのところに行ったんだけど、4度 C はやばいな。そう、4度 C 行って、あれでしょ、別れたらよくメルカリに出されてるやつでしょ。ああ、イエスよく別れた彼女がメルカリとかに出して売ってるやつ。そうそれを、はいはい、だから4度 C を買いに行ったり。でもいいな、そういうの。俺もめっちゃあいつ可愛かったぜ、ずっとドキドキしてから。あいつ多分そういうの買ったことないから、高いもの、うん、だって変なケチだから2万円の方を渡すの。いや、そうだから、あいつがやるとは考えられない、考えられないかったから、多分相当泣くはずよ彼女。い
いいな、めっちゃ嬉しそう。だから俺はね、ぶっ壊しに行こうかなと思って。ダメですダメです我慢してあげて、こういう時は宮古とか行ってから、こういう時我慢してあげて。ダメですか、うん、いやいいね、でもいい、とってもいい、そういうの絶対結婚すると思う俺だって、うん、もう優しいもん、彼女もめっちゃいい子で、いい子だよな、めっちゃな、本当に本当に、うん、このね、なんか羨ましさ俺たち分けてほしい、それな、全然ない全然ない、そういう話欲しいマジで、本当にないよ、うん、いやじゃあ悲しくなってきたというところで、はい、一旦一回曲いきましょうか、曲いきましょうか、はい、じゃあ今回僕がご紹介する、ご紹介、まあいいや、流す曲はね、防弾少年団新曲発売しました。おー、また防弾少年団、ノリに乗ってる防弾少年団、はい、その防弾少年団のね、はい、新曲を聴いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。それではいきましょう、防弾少年団でアイドルです。あ、そう、しかも日記ミナージュとコラボしてるやつ、うん、ですよね、めっちゃかっこいい、マジで日記ミナージュはね、かっこいいね。テクオミアイド、テクオミアイド、4度 C、 タイムスビルの向かい側、そうなんだ、そうですね、確かに何のお店だもんっていつも気になってた。宝石屋さんです。なるほど、このなんかこう、あ、高校生とか大学生とかがプレゼントとしてよく選ぶ。アスカちゃん来てます。ある年齢の女子に4度 C を渡すと別れるっていう話もありますよね。やっぱそういう噂も流れるんですね、うん、やっぱね、結構多いからね、あのハートマークだよね、ハートマークとかがあのおすすめだよね。もし万端なんか知る字らしとこ、いや、まぁ、あ、言ってた気だけまたたキャンサーマジで流してるみたい楽しい。じゃあ帰りに聞いといて、こっちでじゃあ500円賞を流すか。ダメですえ、あ、俺は聞いといて、うん、ちゃんと聞いといていい、聞こえないと思うからじゃあ聞いてください、500円賞でチャメです、どうぞ。あ、チャメ、チャメ、あ、チャメ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 。
終わった終わった。今夜は恋愛相談生電話はありません。ということは前回が不評だったということでしょうね。キャー、あ、やべっぴさん。はい、久しぶりに来たからです。これはね、いつもあの僕らのラジオはもうクラブをテーマにやってますので、毎週クラブでお届けします。あ、ヒカルさん iPhone8、 あ、いいっすね iPhone8。 でもね、9月、確か9月12日に新しくまた Apple のあの今度なんだっけなやつが Apple Watch の新作モデルっていう、あ、そう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 、 Apple Watch と iPhone と AirPods で始まる。3秒前デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はいはい、 CM 開けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、お願いします。いやー、どう、何の話してたか忘れちゃった。何の話してたっけ。あ、 iPhone、 そう、 CM 中に iPhone がね、そう、新しくこの今、うん、iPhone8 と 10があるじゃん。やってますね。あ、9月12日にまたこの、はい、毎年、毎年恒例のこのまたアップル社のこの発表会があるらしくて、そこで新しい iPhone とか、あとアップルウォッチも新しく出るし、で AirPods ね、あのイヤホンの、イヤホンのね、耳からそうめん垂らしてるみたいな言われてる。そうめん垂らまあな、線がないからな。そう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 、あのね、そういうのの新作とか、うん、もろもろのこのなんか発表会がまた、これまた進化していくだろうね、本当にね。いや楽しみ。俺だからその今の iPhone さ、結構ボロッボロでも画面もバッキバキなんだけど、これをばっかりじゃなかった、いやもう2年経つ、あ、2年経つんだ。だからそう、俺もちょうど一昨年のこの発表の時期直して買った。そうだね、こういうのがいいもんね。そうそう、だからまた今年も新しくね iPhone が出るっていうことで、それを俺はまた次だから分かる世界に。これさ、俺よくあるの、俺と母ちゃんよくあるのが、やった買ったって言って、これ新作だって思ったら10日後ぐらいに新しいの出ますみたいな。そうそうそう、だからちゃんと把握しとかないといけんわけよ。そうマジで、俺もだからその、はい、それをしっかり把握して、そうね、9月、毎年ね9月に発表会があって、うん、だいたい10月ぐらいには手に入る。これどんな機種かっていうのはもう一応明らかになってるの？いや、なんかね、微妙な噂とかが流れてる。そうそう、噂とかでは流れてるけど、 3D はまだか。 3D とかはまだじゃないかな。でもさ、うん、いつか出るだろうね、あと2年ぐらい経ったらね。そうそうそう、東京オリンピックになって新しいの出そう。めっちゃなんかぶっ飛んでるやつ。まあまあまあ、そうだろうな、うん。あったんだ。あったんすね。直接見れるの。ああ、はいはい。やっぱ進化してるな。そうなんだ。やっぱもうどん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 進化してますからね。でも 3D は微妙だと思うけど、いちいちその 3D する必要ないかなって思うけど、ね。でもさ、うん、俺が、小学校1年生の時にまだね白黒のゲームやってたさ、ゲーム。ああ、はいはい。ゲームボーイ。ゲームボーイか。で、1年生のちょっとした時にゲームボーイのあのちょっと明るくなった、なんていうの、はいはいはい、電気、電気がついた、ゲームボーイアドバンスみたいな、アドバンスが出て、それでもびっくりしたのに、うん、2年後ぐらいにね DS 出て、すごい Wii も出て、 Wii 出て、何なんだと思った瞬間、また2つ、何ね、あれなんていうの今出てるやつ、スイッチね、スイッチ、うん、あんな進化して VR とか出てきてさ、そうそう、もうどんどん進化して、なんか我々の世代が一番見てるような気がする。こんないや本当に、だから俺らの世代が一気にこう、うん、バーって成長したよね。ガラケーとかもね、そう、俺らがちょうど高校に上がるときにガラケーから、うん、あ、このスマホに切り替わる年だったから、ね、多かったからね。そう、びっくりした。俺だからもうみんなガラケー使うだろうと思って中3の時ガラケー買ったわけ、うん、分かる。俺も買ったわよ実は。そしたらもうみんな高校入る時スマホ、そうそう、俺も中3の4月ぐらいに買ったら、うん、もう中3のね夏休みぐらいにはみんなあれに変わってるわよ、スマホに。そうだから俺もびっくりして、もうだけど俺、そう、あの契約があるから変えれないじゃん、なかなか。どこの機種だったの帰り。俺、ね、au かな。あー au か、うん、AU、そうだね、いろいろあるもんね。また3年元みたいなじゃないとお金がね。そうそうそう、ま、2年契約してたから2年契約切れる時に変えるっていうので、だから結局俺高1の後半ぐらいかな、高2かな、うん、ぐらいまでもうずっとガラケーで、でもうこの LINE はあれでやってた、あの
なんだっけ、iPad、わかる、うん、なんだっけ、iPhone みたいな、iPhone みたいな、一応、Wi-Fi で、そうそうそう、なんだっけ、なんだっけ、やばい、どう忘れしちゃった、iPhone、iPhone、S、なんだっけ、iPhone なんとかですよね、iPhone じゃない、iPhone じゃない、ね、iPod、iPod か、iPod Touch みたいな、iPod の iPhone みたいなやつあるじゃん。すごいどんどん進化していくからね。iPod Touch。あれでもうだからずっと俺はやってた LINE とかも。ああすごいですね。やっぱり進化していきますからね。どん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 ね。本当にだからなんか進化するね。だってガラケーとかさ、俺があの中学校の時代とかさ、こっちに挟んでから音楽聴いてたもん。これ AKD ね。そうなんだ。AK69 聴いてた。AK69 ね。あの中学校の時にみんな、そうそうそう、あのガラケー入れてからな。ガラケー入れてから。エンドアイラビスオとかさ。あ、そう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 。あのあと滑走路とかを、そうそう滑走路とかあのチャックメロにして、そうそうそう、ゲテになった。さすわぎない方、ベビーあけめ。あ、もしもしみたいな。そうそうそう。そうそうそう。やってたよね。少年の風も流行ってたんだよね、この時。ああ、はいはい。あの水蓮花とか。水蓮花ね、うん。野球部がよく聞いてたね。だった。野球部とかが。野球部あるあるね、マジで。あの分かる、チューブはよくあった。でもチューブはそういう系がね、うん、やっぱ流行ってたね。うちのライちゃん、ライちゃん、親友のライちゃんがいるんだけど、うん、ライキーっていうあの、はい、高校も一緒だった、うん、ライキーがさ、ライキー、ね、ライキー結構あのこういうの詳しくて、はいはいはい、もうすぐガラケーから帰ってた世代だっけ。ガラケーパカもあるけど、こうスライドして、スライド式ね、はいはい、スライド式あれ買ってから、うん、水蓮花とか流しながら俺たち釣りしててはい、はい、で この携帯結構防水性あるから、はいはい、あのこう釣りやってたら大物かかってから、あいつ立ってしまってガラケーがよこの川に落ちてから、うわずっとあ水蓮花流れてたよね、ずっと川の中で、ずっともうあもうやばいなって、怒り続けろエンドレーでブクブクブクってやばいやばいって思うよ。面白いなぁ、それやばかったなぁ、うん、これはもうシュプリームさん、カイリ君は次の彼女とは何年契約の予定って言う。あ、これ聞きたいですねできれば一生ですよ、できれば。キシュどれくらい、キシュはってなんだろ、キシュはってなんだろ、それキシュキシュとか、2年縛りダメってよ。あ、そうなんだあ、らしいですね、なんか法律で決まりましたよね。え、どういうことですか。なんかスマホは2年縛りとかっていうのがあって、うん、そうそうそう、あのこの契約のあれがあるんだけど、だから彼女も2年縛りダメって。あ、じゃあもう無理ですね。違う、俺は、じゃあ本当にだから付き合う人とは一生付き合いたいって思ってます、本当に一瞬悲しい曲流れよったしえ、もうこんな時間。そう、もう嘘だろ。え、具志堅細菜ちゃんにしとこうって。そうだね、だからもっとさ、具志堅細菜ちゃんって、いやだからあのミスナナビー可愛いよな。いや、でも絶対彼女います。彼女は彼氏でしょ。違う、あー、ガチまいました。じゃあだからもしだからその今さ、女村で村長とかもさ、めっちゃ、でもさ、俺はカイリーはだからこういうミスと付き合ってほしい。あのパーラナイサーラナイで言ったらシンゴさんの立場になってほしい。あ、まあね、わかる、はいはい、俺それを望んでるよ。うん、わかる、うん、俺それを、こっちは童貞でこっちはミス女ナビと付き合ってるって最高なコンビやし、お前やばいよ。じゃあだってだから仕事がもっとさ、うん、一緒にやるとかだったらさ、うんうん、ちょっといい、おもろくない。だってこっちはずっと童貞で彼女いなくて、うん、まあ関わりないじゃん。だからあ、分からん、今からよ、今からお前の手術機はどうにかすると思う。いやだからとりあえずさ、役場を作って、そうだからそのさ、村長とかもさ、だから村長は俺の中学校時代の、うん、あの PTA 会長だっけ。ああ、だからつながりあるもんね。つながりもうん、あるけど、うん、ね、なんせ呼ばれないわけよね、こんなそんな仕事に。なるほどね。だから呼ぶって口では言うけど、結局なんですよね結局さ、そうだからもっと頑張ってくれよ、女村。本当にね、本当に。でも本当に俺はミスウンナナビはすごい可愛い。いや、めっちゃ美人、本当に、うんうん、めっちゃ美人、すごい綺麗。あ、本当に可愛かった。うん、ちょっとね、こういう風になりますかね、帰りはどういうことそれなってくれたらいいんですけどね、まあ、関係が持ってればね、うん、とか、まあうまくどうにかつながれればいいけどね。難しいもんですね。でもね、結局今俺だから、あの俺最近気づいたんだけど、自分の特性、自分で特性で、あの俺好きな人いなかったら、うん、基本誰でも可愛く見えちゃうんだよねほんとによくない、ほんとによく
鏡があればさ、誰でも可愛く見えちゃうんだよね。本当に良くない、本当に良くない。特定の好きな人がいなかったら、うん、マジで愛嬌ある人誰でも可愛く見えちゃう、うん、おーやばいな、やばいよね、やばい、やばいっすだから、やばいっすよね。引っかかるだよ、帰り。お前が病んでる時にもしかしたら悪な女が現れる可能性だってあるんだからさ、うん、そう、多分絶対引っかかると思う、そういう時マジで、あの自分で言うのかわいい。彼女を誰か紹介してください、お願いします。そうだね、これが怖いよ本当に。いやでも最近その人まためっちゃ可愛いんだよな。あーやばい、寒い。42歳になりました最近その方。もうあっという間、そう、もう誕生日来て42歳。その方やばいっすね、まあ、おめえもう42 40…まあ、そういうことでね、あと30秒なので、ラジオの方は皆さんお疲れ様でした、1時間ありがとうございましたということでね、僕は彼女募集中ですということで、42はすごいですよ、はい、以上デコボコトラベリングの帰りとリョートでお送りしました。はい、バイバーイ。いや、そうなんですよね。42歳は俺でも躊躇するな。42歳ってあっという間だからね。42歳になりました。え、だって40ってもうすごいね、早いね。そう、しかもだからちょっと最近さ、俺がちょっと元気ないかったとか寝不足の時に出勤してて、でなんかそしたらなんか、いつも元気なのに今日元気ないね、大丈夫って女の人が言ってくれたんだ、その42歳の。優しい、めっちゃ優しいですよね。優しくて愛嬌が、でもそこまで離れてたら多分可愛い弟感覚だね。まあまあそうなんでしょうね、だから ほっとけないみたいな。そうなんだろうなと思って。42歳か、俺の年でも俺より親に近いから、ね、でも夏休み越しに会った子、この昨日久しぶりにちょっとその友達と会って、その時にその友達が彼女でした。ガチ？どんな人ですか？10年年上。うわぁ、すげぇ。30代。バイト先の人だし、その人と付き合ってる。学校上がちょうど親と半分だから。あー、なんか中小さん意外と親が若いから。そう、だから俺もお父さんより年上なんですかね、今。20歳。俺のお父さんと同い年ぐらい。うわぁ、確かに躊躇するね。もうやっぱ俺は年齢関係ないと思ってるんだよ。まあ恋愛にね、愛に年なんて関係ねえんだよ。あれだね、じゃあ2人はガラケーからスマホってことは、64万音とか32万音とかわかんないけど、著作権はないよ。着信音の昔は着信音の設定って着歌とかできなくて、着信音メロディーだけのやつで和音数が多ければ多いほどその本物に近く聞こえる。だから16話音だぜとか、お前のそれだけか、32話音だよ、俺64話音だよ。そんなんで、そんなんでか、カメラもついてない時代だから自分たちは。ああそっか、ああそっか、そう考えると怖いな。俺らカメラ当たり前だったしな、高校でやっとカメラが好きかつかないから。ああ、それで盛り上がる時期だった。そうそうそう。ああやば。お、おやすみなさい。今日学校寝過ごしたんで、明日も寝坊したらまずい。いいかね、楽しかったね。お疲れ様です。あとはまあ1分ちょっとですけど、皆さん今日はね、テーマ似てるでお送りしました。来週もなんかテーマつけるのかな。あ、そして平成一期明日あるので、そうですね、平成一期、ね、平成一期っていう若手お笑いライブがねあります。7時半から、はい、あ、7時半会場、8時開演だったか。そうそうそう、でやってますので、はい、ぜひね、今回怖い話っていうテーマなので、はい、あの芸人さんが怖い話をしてくれるということで、ぜひ来てください。夏限定なので、そう、夏の人気ですよ。じゃあ皆さん、まあと2周年、そう、平成一期2周年です。2周年です。ありがとうございます。じゃあ皆さんね、もうこれぐらいで今日は終わりましょうね。一応なしでいきましょう。やりたい。あと30秒お付き合いください。皆さん、じゃあお相手はデコボコトラベリングの帰りとリョートでお送りしました。バイバーイ。気になる人しないでね。バイバイバーイ。早く、あと30秒、早くさあ
恋に出るのでしょうか、恋に出るのでしょうか、恋に出るのでしょうか。ちょっとダメ、帰るよ今日は。あ、そうか、そうか、帰る帰る帰る、バイ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 。じゃあ閉じる、あと10秒恋を送れ、送るな、あと3分3個送るな、バイバイ、おやすみ。あ、もうダメだ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。これボーナストラック。え、ボーナストラック最後にちょっと1分ぐらい入って逆に再生が入ってる。これデモ音源なのさ、もともとの。あ、そうなんですね。ラジオ曲であったやつだったんだけど、びっくりした。はい、しまった。あ、ピピ鳴ってる。もう過ぎたんだ。ちょっとアラート止めてきます。